あ、線間違えてる。いきなり、スタート組で始めていきます。ワンピガワ、ハイタニさんの誠、ツーピガワがチャンスさんのダッドリーということで、開幕 SA 間違えてコーク選んじゃってますが、なんとかなるでしょう。体力リードはチャンスさんのダッドリー。スタート立ちくらいからのショートスイングブロー。ですね、今から1時間、サード組でしますが、特に決まっておりません。ハイタニさんと、早尾さんがいるんで、できるだけどっちもたくさん動画に残していきたいと思っております。さて、1本目取っていったのはチャンスさんのダッドリー。煽られたけど勝っちゃったっていう、この絶妙な空気。さて、今度はしっかり SA をロケットアッパーに変更。のノリノリで勝ってるチャンスさんのダッドリーがパーフェクト。第2ラウンド、まず攻めているのはダッドリーだが、誠がダッドリー投げる。疾風からセチュー。はい、谷さんの誠が1ラウンド取り返した。そうですね、ハイタニさんとハヤオさんいるんで、2人とも動画残したいんで、ハイタニさんとハヤオさんが負けたら2人交代っていう家芸スタイルでいきたいと思います。なんでみんな頑張って倒してくださいね。倒してもらえないと2人とも動画残せないんで。さあ、猫の日さん、猫の飛行機。さて、第1ラウンド SA は聖中を選択してますね。さて、対誠の立ち回り、足払いから画面端一気に詰めていく。百鬼から蹴ってる。昇竜までめっちゃ減る。さて、第1ラウンド取っていたのは猫の下の攻撃。第2ラウンド上が見えている。お互いゲージ1本、前風呂から突っ込んで、さて、置き攻め、大パン前風呂、昇竜まで大きなダメージ、突っ込んでくる、カラクサ、アスラうまい、あー、いつの間にかピヨってる。さて、ハイタニさんが1ラウンド取り返した。投げて、さて、どうする。おお、あったったった、ああ届かへんね、あれ。剣、疾風画面端、もう死にそう。聖中溜まってる。あった、使った。中盤疾風、猫の下さんは猫パンチ。さて、灰谷さん2連勝ということで、ごめんなさい。はい、3人目、サルさんのユンということで見ていきましょう。第1ラウンド、カラクサ、あ、一瞬で決まってる。もう一回チェストとパーフェクト、早すぎる、乗らせちゃいけない。さて、第2ラウンド、
まず中盤で止めて、ようやく幻影陣溜まって発動、下から崩していく。おい、ちょいどこぼくや。グー対グー、ターゲット、お互いゲージ溜まってどうする。体力がドット、剣怖い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 、中足中足しっかり倒しきった。1-1から第3ラウンド、お互いゲージあるよ。ゴアゲージ、さて固めの構え、しのいだ。前田 IP から置き攻めは裏雷撃手、投げて下段ジェスト、剣相打ち。さてここで幻影陣ブロッキング、ブロッキングからコンボに行く。うますぎ、うますぎる。勝ったのはサルさんのユンということで、次、早尾さん出てきます。さてこの豪華すぎる乱入、続いて早尾さんのヒューゴ出てきました。 SA はもちろんギガスブリーカー。さて第1ラウンド、前ブローからラリアット、絶妙な距離でお互い動かない、動かない、ちょい、あ、なんやそれ。さて幻影陣うますぎますね。あー、うまい、前ブロから掴んでスカッたところ、もうゲージが溜まりそう、溜まった。あ、お、あ、掴んでる。吸い込んだ。1ラウンド目取っていたのは早尾さんのヒューゴ。第2ラウンド、怖すぎるボッタチ。さてあれは近づけない。絶妙な間合い合戦から幻影陣画面端まで寄せていく。怖いぞ、歩いてくる。雷撃前ブロから絶唱ガード。さて幻影陣下段、うわー、掴んでる。怖い、あそこで掴んでるんや。さてギガスのおそらくあれは知識圏内でしょう。ゲージ溜まった。さてユンのターン、ここで崩れると、一旦中央戻って距離を戻す。ああ、来い来い来い、ああ、やっちゃった、漏れちゃった。さて2連勝、早尾さんのヒューゴ。さて見ていきましょう、ツーピゴー。出てきたのはバラさんのレミ、レミー・ヒューゴ。対極的な存在であるこの2キャラ、まずは弾幕を張っていく。それにどう対応していくのか、マイブロから1回投げて一気に1/3。マイブロからやばい、ガード仕切って距離派2回取ってる。しっかり前ダッシュ、ラリアットまでつないでいく。ギガスが溜まってる、壊し壊し、超牽制。ああ、見えてる。さて1ラウンド目、ヒューゴが取っていった。さて第2ラウンド、開幕飛びが見えている。突っ込んでくる、怖すぎ。サマーソルトしっかり対空、
中盤体育放題モード。エンダが近づいていく。ゲージが1本溜まった。パームで近づいてくる。投げを抜けて今度当てた。じりじりと体力差を広げていく。ラリアット置き攻め怖すぎ。さてギガスが溜まっている。掴まれたら死にそう。あー怖い。さてここでレミーにもゲージがもうそろそろ溜まる。溜まった。体力リードはレミー。じりじりとラインを上げてくるヒューゴ。中央まで戻って、そこそこ決まった。さて早尾さんのヒューゴ3連勝ということで、あっちさて出てきました。猫の日さんの豪気ということで、まずは第1ラウンド耐えるクリードは豪気。ひたすら球を打って牽制、近づけさせない。ゴハド1、2、3発目ガード投げてる。猫の日さんが第1ラウンド選手。第2ラウンド、おーっと投げ合い、ダメージに差がありすぎる。中盤体力半分、ギガス圏内、ラリアットまで、パームパーム、早尾さんが取り返した。第3ラウンド開幕5波動から、それはガードしていたギガスのプレッシャー。パーム中足、あー竜巻見てからギガス余裕でした。何それ さて行ってください行ってください。見ていきましょう。5人目ですね。奥村さんということで、誠まだ始めて1年も経っていないということですが、かなり強くなってきている奥村さん。ヒューゴ対策はできているのか。掴まれて死んだ。さてパーフェクト、はやおさんがまずは選手。強気な唐草。さて画面端上が見えてる。怖い、怖すぎる。まだ地上にいる。ここで暴れとさなみたまる。画面端キープ、掴む気満々。中段一回距離離して、大隅から怖すぎ。ヒューゴが踊る。一回焦がして前田 IP 体力5分。クータイク投げが通って突っ込んでいった。ドット、ここは壊し1ラウンド取り返していく。第3ラウンド、お互いゲージ1本。パーム中足、クータイク、パーム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 、一気に体力半分。わあ待ってる、どういうことや。さてマイブロから体育大慶なんすかそれ。さて4連勝。さて早さん4連勝。出てきたのは2ピガー重雄さんの剣。つかみ合戦、ダメージ差が大きい。体力リードはヒューゴ。細かい小足の牽制めくりから
投げて、さて画面端、うわー掴んでる。ここは陣内、さて一発巻き返した、足払い、前風呂取って投げてる。あっと掴まれている。これで早尾さん5連勝ですね。さて見ていきましょう。ツーピ側、続きまして出てきたのカニさんのダトリー。体力リードは早尾さんのヒューゴ。お互いゲージが溜まっている。触っていくが対空、中盤だけで近づいてくる。前風呂ラリアット、何も通らへん。硬すぎるぞ。どう崩す。お互いゲージが全部溜まってる。空対空から行くが壊し、壊し第1ラウンド先取したのは早さん。さて第2ラウンド対空、前ブロック大ピ通した。さて触っていく、ダートからのロケットアッパー。ごっそり体力奪ってバラからゲランガード、ガードスキル、ショートスイングブロー止めて突っ込んでくる、うまい。ダットアッパーからロケットアッパー、ここはダート。1ラウンド取り返していく。さて第3ラウンド、ギガス1本スタート、うまい。ダッキングロケットアッパーで半分近く奪った。対空、さて落ち着いた立ち回りからラリアット、いやー、すかし下段コアコアからのロケッパー。まだわからない、これはギガスが怖すぎる。ラリアット、やばい、やめて。さて画面端、あー通した、アッパーカット。さて見ていきましょう。カニさん1勝から、第1ラウンドまずダットリー優勢。ゲージも1本溜まっている。ガードが硬い、おお、うまい。パームに勝った。2回からのロケアッパーカットまでラリアット。さて分からないぞ、一気に半分ギガス溜まって小足で攻めてくる。それ以上動かない、あそこで来た、
さて、カニさんが一本選手、うわーっと、それは、それは本当にいきなりすぎる、一気に体力6割なくなった。さて、そんな第2ラウンドだが、ダート決めてロケットアッパー、体力並んでる、バラから、ダート、ダート、チューパン、通して、通して、すかして投げて死んでる。第3ラウンド大パン体育こかして ダットリー、ゲージたくさん出なかった。ダートまで一番おいしい。さてバラから立ってる、中パン中パン徹底して中パン潜った、しっかり見えている。挑戦者側が一応3連勝で、一旦3連勝でストップということでお願いします。さて第1ラウンド優勢なのはダトリー、もうゲージも溜まってる。パーム中盤つながるんですね。さてお互い自分の間合いを守りながら、あとカニ下風呂からパームラリアット、ギガス溜まってる、アッパーカットダート食らってる、まだ残ってる、おお、うわ怖い、飛んでる、徹底した中盤、あれブロ取ってもそれはターゲットまで行くんでかなり強いですね。下ブロからわすかった、見逃さない、ダッキングロケットアッパー、すかし下段からガンガン攻めていく、ショットスイングブロー、マイブロからロケットアッパーまでもうピオル、ショットスイング投げて中盤怖い、なんとかギガスが溜まれば1回下がってゲージ溜めて溜まった突っ込む、あーそんな死んだひどすぎる嘘でしょ1本取り返した第3ラウンド、ちょっとすごすぎましたねさて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 、体力リードはヒューゴですね。さてカニさん、こっちもうまいぞ、リープからロケットアッパーしっかりつないでる、バラからうわ突っ込んでくる、ギガスがたまらん、怖すぎ怖すぎ垂直ジャンプから あと一発当てるだけ、あーた空対空通して勝ったのはカニさん、3連勝ということで交代となります。で続きまして 2P 側コンブさん、懐かしいと言っております、言っておりますがこの人かなり強いです。さてユン第1ラウンド唐草スタート、下台 K 当たって一気に4分の1ほど吹っ飛んだ、前台 P 刺さる、あーやっちゃったゲージ使った方が強いですこのゲーム使った方が強いですさて大事なのゲージに残したままとりあえず使っていくが投げ
しっかりコンボは覚えている、さすが。さてだが相手は灰谷さんだぞ、カラクサ通してしっかり守って投げ、画面端維持、下風呂から聖柱、綺麗に決まった。まず灰谷さん一勝。さて次が続きまして黄色い剣、AC さんの剣ですね、見ていきましょう。ナッシュ投げ通して大パンが通る、前ブロから中パンチェスト聖柱、これピヨリアスやねですね。さて唐草ゲージをしっかり吸い取って1ラウンド目、灰谷さんが選手。さて第2ラウンド投げて、クーダー行く。さて誠のターン、ここは飛んで逃げる、うわー小足からの唐草突っ込んでくる、立ってた EX 竜巻から、あーいきなりの疾風、マイダイピー。さてあっという間に灰谷さん2連勝。さて続きまして 2P 側出てきたのはブリーチさんのオロ。SA は天狗石ですね。カラクタから EX チェストチェスト、距離を離していく、ゲージ溜め切った。どうするこの体力差、ここは空対空で締めた。第1ラウンド灰谷さんが先取、第2ラウンド前大 P ブロからの一気にハム、一瞬の出来事、空対空ブロって誠が投げてる。さて置き攻め大撃、何とかオロのリズムに持っていきたい。さてちょっとゲージを吐いて近づいていくが、なんとかなんとか中盤当てたいところ、突っ込んでくる、投げ抜け、きたー、早すぎ。あっという間に3連勝ですね。この組手8時まで、このイベントが8時までということで残り25分となっております。なかなか、この2人に乱入すること本当にできませんので、今のうちに乱入していってください。残り25分です。続きまして 2P 側猫の日さんの号機、まずは第1ラウンド、この誠早すぎ。正中線5段突き、第1ラウンド灰谷さんが選手。さて第2ラウンド開幕ダメージ与えていくのは豪気、投げまで通して前風呂、前風呂逃げるんや、すげえ前ダッシュと、ここは勝利、強気にいく、中段勝利。さてゲージ2本は美味しい。第3ラウンド剣下からの中段、ここは勝利から 1,2,3 と大きなダメージ、半分近くなくなった。これはガードしている、大パンチェストからの聖柱、まだ耐えてる。さてどうする、お互い距離取って
一瞬沈黙、さて殴り合い、勝利だあした大敬礼、勝ったのは灰谷さん。さてここで出てきたのは奥村さんの誠、超大先輩の誠をいっぱい吸収して帰っていってほしい。さて第1ラウンド交換して、うわー、 EX テストから画面端中段、移動からくと飛んでる、失敗、突っ込んでくる、早すぎるぞ、カラクサからピヨッタ、ゲージ回収、早すぎる。第1ラウンドを先取したのは灰谷さん。第2ラウンド、うお、怒涛の連携、殴り合い、いい、繋がってる、あーっと、まだ残ってる、まだ聖地ある、投げが通った、勝ったのは灰谷さん、5連勝。さて見ていきましょう、通気側 HT さんの剣。そろそろこの連勝を止めたい。さてだが流れは、あー、ぴょってる、あー、死んだ、早すぎる。さて第2ラウンド、あ、前風呂からの最大臭い。さて裏からのターゲット昇竜、裏下段ガードしてる、中足対空、一回距離離してゲージ溜めながら突っ込んでいく。さて置き攻め、投げ抜けて中足灼熱、中パン、 HT さんの剣が取り返した。さてファイナルラウンド、お互いゲージはモリモリ、コワコワ投げて、ここまでは剣のペース、画面端まで寄せていく、陣内しっかり確認、ピエからガード、怖すぎ、投げて、もう一回投げて、もう一回投げて、あー、正中線。さてそんなに攻めない。さて勝ったのは HT さん。さて見ていきましょう、第1ラウンド出てきたのは早尾さんのヒューゴ、うわ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 、投げて投げて、一気に体力半分近く、ターゲット昇竜しっかり見えている、小足から投げて大ピー、細かく削っていく、コアコア陣内、さて体力ドット、どうする、投げを通した、HT さんが第1ラウンド選手。第2ラウンド潜って灼熱まで、さて画面端ゆらゆら動いてプレッシャーをかけていく、こかして画面端の攻防、ギガスは止まっている、中盤投げて一旦中央、空対空からここは勝利、小足中足、あーマジですか、つからなかったらどうすんのそれ。さてここでギガス体力一気にリードするが、ここは勝利強気に攻めていく、投げが通って早尾さんが取り返す。第3ラウンド
それ。EX さつまき、体力リードはヒューゴ。さてお互いゲージマックス、こかして突っ込んでくるぞ。あーわーわー大丈夫、うわー耐えた、あーいやはや。さて早尾さんが1勝。続きましてツーピガワ、出てきたのは昆布さんのユン。さて第1ラウンド前ブロからまだいけるまだいける、投げてゲージ貯めて、よしゲージ、ゴーと落とした、裏からターゲット絶賞、投げられる、だがまだ体力5分。さてゲージを貯めてヒューゴを歩いてくる、前風呂からパームラリアット飛んでく、ああ第1ラウンド先取したのはハヨヒューゴ。さて第2ラウンド開幕、幻影陣から1回吹っ飛ばして小木スタート、マイライピー2発分。さてパームパーム3連発、来撃からえお、マイライピー勝った、あお、どうするこれ、ここがピエ中継中継、マイライピー絶勝、近づいて出しちゃった、歩いてくるぞ、鉄山幻影陣、あっとこれは補正切りか、ヒューゴが軽快なステップ、絶勝でお仕置き。さてギガスが突っ込んでくるぞ、怖すぎる前、あ、あ、普通に弱系さて出てきたのはツーピガー、猫の下の豪気。さて上から押していく、一気に体力6割ほど奪った、ゲージも1本。さてパーソナルアクション、次の一撃が怖いぞ、おーっとブロブロ、パームが潰していく、ガード硬すぎ、すだちだが未だ体力リーダー5機押していける、ギガス溜まったよ、ラリアットまで、ここアシュラで安全脱出、前出しから昇竜123、あ、あ、これは倒しきる。第1ラウンド選手は猫の下の豪気、第2ラウンド垂直竜巻、おいしい、投げて体力リードを広げていく、クーダーいくダッシュしたら死ぬやつ。さてチューピー、いつの間にか体力差逆転しているぞ。さてお互い動かない、動けない、あっ怖い、ゲージ1本。さて大きい前、おお怖い、これはうわっと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 、後ろジャンプで一旦距離を離して竜巻、距離を離す、一発当てては離れて、あ、おいしい、1、2、3、下、わー、やばい怖すぎ
最後は波動拳残空波動、ゲージが溜まったヒューゴ怖すぎ。さて見ていきましょう、ね、この3一丁からの、さて体力リーダー5強、あっ飛んじゃった。まだ平和、まだ平和、パムからスタブロ、まだ殴り合い、投げて、さてギガスが溜まった、気合の大パンチ、体力リードは5機、ゲージもある、立って投げてアシュラで逃げて安全なところからしっかり残ってるぞ。おわーおしっかり大剣、なんで出せるんですかね、あれ本当にあのギガス。さて第2ラウンド、おいしい当てていく、ジャンダイ K、下風呂からチューピーお正気、まだ体力5分、投げが通って、あーっと勝利一回掴んで、さてギガス直前殺意のご飯の中段立つんか。さて体力ドットご飯のね決めていく。さて猫の日さん2連勝、さて見ていきましょう、2連勝からの3本目、おっと勝利、バーム大減りすぎでしょ4割近く消えたぞ、下風呂から痛すぎる、ピヨッタバーム、バーム中足、いやー一発が重すぎる、ギガスも溜まってる。第2ラウンド、あーわーわーわー、さてまず優勢なのは豪気か、何が通って一旦距離離して、あやばい、ここは体育ゴー波動から PA、 さて一定距離保って動かない豪気が行く、空体育竜巻から大 P 締めて、怖すぎるぞあれは。ゴー波動通った、最後は波動拳1ラウンド取り返していく。まず1回投げて3分の1取って、よーいギガス死ぬんじゃないかなこれですよね、あ死んだ豪気にギガスはオーバーキル、サード組手残り10分となっております、本組手、20時までということで残り10分となっております、今のうちにどしどし乱入していってください。さて続き側 HC さんの件、ここはガードしている、バームからの体育投げてピオリ寸前、剣が投げた、うわー突っ込んでくる、うまいぞ強気、潜ってコワコワ陣内まで、さて起き攻めは、あああさて1ラウンド目取っていたの AT さん、第2ラウンド、おっとこれは飛んでいる、強気ギガスがないうちに行く、中段ガード、ここは投げる中足、ここは中段マイブロ、さてじわじわゲージが溜まっていく、
しっかり上が見えている。あー出ちゃったー、ラリアット締め、わーまずいぞ、壊し、あー掴んでんねや、キーガス通って1-1、さて第3ラウンド、あと相打ち、剣には陣雷が2本ある、ファーム、さて剣のターン、コアコア陣雷しっかりダメージを取って、あーリーフブロッキング、1回投げてめくって、さてもうギガス圏内、あー裏風呂からギガス、ギガスブリーカー、さて見ていきましょう、ヒューゴ2連勝、まず第1ラウンド体力リードは剣ショル、おっと危ない、逃げてめくって投げる、しっかりペースを取っている、バウンブロから強気いく、もうギガスが溜まる、ここは中足波動、第1ラウンド選手、第2ラウンド、おお怖すぎ、1本ゲージを捨てることになった、プロから EX 竜巻突っ込んでくる、パームパーム、わーっと痛すぎる、ピヨルゾ、パームパームつながらず、大ピー投げ流れるような連携、さて第3ラウンド、お互いゲージモリモリ、リープ当てて距離を離す、イエクス竜巻、体力リードはヒューゴ、やばい、中パン潜ってるか、ガード中足タイク、この画面端は怖いぞ、あーっとダッシュにギガス、どうなってる、サード組手ですが残り5分、残り5分となっております。もうあと2戦ぐらいしかできないと思います。心残りがある方、まだやっていない方、やっていってください。さて 2P 側は猫の日さんの号機、第1ラウンド、パームブロック、ああ掴んでる、大ピーク痛すぎ、突っ込んでいくか、ここでギガスがたまる、コパンつながらない、足払いから波動拳、垂直ジャンプから攻めていく、これはどう、プロ取っていく、絶対回してた、さっきの大ケドット、さてどっちが動く、竜巻ガードからの投げ、さて第2ラウンド開幕台形、一発当てていく、うわーっと見えてる、パームが痛いぞ、お互いゲージ1本、ゴーキが攻めていくがガードが硬い、
あ、生きてる生きてる生きてる、まだまだ生きてる。アシュラから、あー、ドロップキック。勝ったのは速さのヒューゴー、いつの間にか4連勝。さて見ていきましょう、次は AC さんの剣。まずは第1ラウンド、ヒューゴリードから、まだダメージが入っていない、細かく削って陣内が止まる、投げてる、パーム送らせて、パーム立ちが悪すぎる、リープ強すぎるぞ。さて第1ラウンド、早尾さんが先取、第2ラウンド、ここで陣内が2本目投げて、さて画面端はどうする、投げて入れ替える、コパコパパームはブロッキング、パーム、さてこれはつながる、体力にまだ差はないがギガスがあります。あと1回やりましょうか、58分、いきましょうか、ラスト。さて最後の最後なりました、最終戦出てきたのはロリさんのダットリー、やりましょう。さて第1ラウンド、エースへはロケットアッパーを選択、中盤で押し置き投げて、これは掴んでる、体力半分、距離離して、あとからターゲット、ここでギガス、ダイピーが痛いぞ、突っ込んでくる、絶妙な距離、すっ怖い、体育体力残りドット、あー投げてる、突っ込んでいったら投げられた。さて第1ラウンド選手は早さんのヒューゴー、さて第2ラウンド、ギガスが溜まっているぞ、こっああおー、まだ空中判定。さてこれでゲージ有利は完全にロリさん、ラリアットガードしている、中盤からロケットアッパーまで、さて画面端無理はしない、投げて、おーおお、ま、ブローブロー、これで並んだ、あー前風呂から中盤が蓄積する、だと、あーギガスが溜まりそう、あー前風呂怖い、投げて、あともう少し距離離す、やばいぞ、お互い体力残りわずか、ゲージはたくさん、ギガスが飛んでくる、ヒューゴ体力残りドット、何でも殺せる、マシンガンブロー怖すぎます。さてお互いゲージ最大の状態からナイスラウンド、あーええー、あーお互い、さて半分、パームパーム中足カニが当たってロケットアッパー、コンボでの殴り合い、バラからショートスイングブロー、ダート、わからないぞ、あ取ってる、あー歩いて歩いて、どうすんの、あ使ってガード、あー押し置き、冷静、勝ったのはロリさん。いやいや、はやおさん、はいたりさん、本当にありがとうございました。本当に本当にありがとうございました。
佐渡での皆さん、お礼の拍手をしてしましょう。皆さんお疲れ様でした。